阪神優勝記念グッズ販売開始に280人行列。プロ野球、阪神の優勝決定から10日経った24日、大阪、阪神百貨店梅田本店で、リーグ優勝記念球団オリジナル商品の販売を開始した。前日の昼から周辺でスタンバイする熱狂的なファンも出現。開店前から2800人が列を作っており、開店時間を1時間15分早めて午前8時45分にオープンした。また、午前9時50分には安全考慮のため、この日の入場列に並ぶのを打ち切った。すぐ転売するんだろ。ヤクルト巨人期待できないからもうベイスターズ応援してるわ。 CS で阪神ぶっ倒せ。まだあれとか言ってんの、さすがに滑ってんぞ。勝手にやらせとけよ。一生に一度のことだから熱心にもなろう。わざわざ並ばなくてもメルカリで5倍の値段で買えるのに。虎のマークつけとけば汚染水でも売れそう。物ごっつい行列や W iPhone と一緒。並んで買うのもイベント。ただ欲しいだけなら公式サイトの通販でいくらでも買える。少なくない？大阪県の人口を考えれば晩並んでも良いと思うが、2080人は多いのかよくわからん。ご視聴ありがとうございました。